わしが天下御免の歌舞伎者前田騎士、こたびの大木はどうする家康、登場人物全員解説。いや、我がチャンネルを押さえておけばドラマを100倍以上楽しむことができることを約束いたすように見てもらいたい。まずはどうする家康を見るにあたって登場人物を解説していこうと。ただいっぱいおるし、歴史上人物って信長、家康、秀吉は聞いたことあるけど他は分からんよっちゅうものいっぱいおると思う。ただ今回は主役は徳川家康様だから家康様周りが出てくるんだけども、分からんっていうものがいっぱいあると思う。そらそうじゃ、大久保忠世誰なんじゃと、わしが一応かいつまんでこんなことをした人じゃよと、家康様とこんな風になってるからこういうところ注目してみてちょうよといったところ、もうざっくりと歴史全くわからんもん、歴史知っとるもんでも確かにそういうことがあったからこうやって見ればいいのかというな、どの者たちでも楽しめるように解説手引きしてまいろうと思う。ではまず最初はこちらじゃな、徳川家康様について。これはさすがに知っとると思いますの、この愛知県尾張名古屋を作った方でござって、三河の岡崎出身である。岡崎と申すと現世は東海オンエア殿というな YouTuber 有名でござるけれども、東海オンエアで有名じゃからな、徳川家康様は教科書にも載っておる。後に天下統一をなさって江戸幕府というものを開く、征夷大将軍になるといったことはみんな勉強したと思うけども、じゃあ徳川様は何を見たらいいのかっていうのは、そのタイトルじゃ、題目、どうする家康、これ実はしな、どうするだけではない気がする。どうした、そういった、なんか徳川様は実は人生において選択の連続と言っても過言ではない。たくさんもちろん天下人じゃから、そこまでに行き着くまでに合戦しとるんじゃけれども、同盟といって会社で言えばな、仲良くしとったところとうまくな仕事しとるかと思ったら裏切られたりとか、戦国時代もいっぱいそういうことがあったんじゃけども、信長様と同盟を結ぶんじゃけども、もう信長様が上からやっかみがすごいんだわ。とても同盟相手というな、対等な条約と言えるような同盟内容ではなかったわけなんじゃな。そういった時もどうしようといっぱい迷ってきとったはずなんじゃ。それが1年間約50話で描かれるのかなと思います。でその中で徳川様は息子を自分の手で殺めることになってます。これ実は奥さんもそうなんじゃ。そして戦に勝ったのに政治的に天下人の譲ってしまうんじゃな。これ豊臣秀吉様に譲るんじゃけど、三河一向一揆というな、地元で大きなデモが、テロみたいなのが起きるんじゃけれども、この時に自分の大切な家臣が自分じゃなくて一揆側っていう国民側についてもあって、もうバチバチにやり合ったり、徳川様の苦悩というのは皆々が歩んどる人生に照らし合わせることができるかもしれんということで、徳川様を見ることによって人生の背中を押されること間違いなし。そして何より松本潤殿が演じておるということで、目の保養間違いなし、当たり前だということで。続いて瀬名姫、こちらが徳川様の奥方なんじゃな。今川義元様の重臣の娘なの。さっき言うたけど今川様の配下じゃったよって徳川様言うたけども、もうがっつり固められてるわけよ。今川様からすると、おい家康、お前はこっちのもんだぞということで、よし分かった、わしの重臣のな娘結婚しまった、お前はもう離れられんぞということで、バチバチに決められてしまうんじゃな。でこの瀬名姫というのがとても明るい女子であったというのが有名なんじゃな。まあやはりそれだけ徳川様は苦悩の中で、奥方もな、私もどうしようって言うとったらな、夫婦夫婦揃ってどうしよう言うとったら困ってまうで、瀬名姫の方はこうしたらどうですかなんていう風におそらく背中を押し上げるような場面が多いのかなと思います。これを演じるのが有村架純姫ということで、 NHK 殿ではたびたびヒロインという姫君役を射止めておるということで期待大でござる。そして息子の信康、これ産むんじゃけれども、この瀬名姫と信康、実は徳川様の手によって命を落としてしまう。まあだいぶ後に言うけども、信長様の命によってそうなって、この辺どう描かれるのか、これかなり注目すべきところでござる。一つだけどうするのかなっちゅう、どうする前田騎士が一個あるんだけど、これ何かと思うと、徳川家康様は岡崎から愛知県から静岡に引っ越すのよ。浜松という、浜松城って有名なんだけど、浜松城を移した時にこの瀬名姫は実は
愛知県残んのよ、岡崎に。別居状態、別居どう描くんかなっていうのも見どころじゃな。どういう夫婦像でいくのかっていうところがわしとしては気になるかなっていうところじゃな。続いて大台の方、さあこれは徳川家康様の母上なんだけど、松嶋菜々子殿が演じる利家と松でお松様を演じた方じゃな。うわ久方ぶりよ、わしここの登場グッときたんだけど、大台の方と申すと松田やら広忠、これ徳川様のお父ちゃんじゃな、の性質、奥さんであるよってことじゃな。すごいことに徳川様生まれてすぐにこの母ちゃんと行き別れなの。もうたった3歳の時に水野家と松平家が敵対したことによって徳川様は母ちゃん、お代の方と離れ離れになってしまうんじゃな。すごいじゃろ、お主は生まれて3歳で母ちゃんと行き別れじゃぞ。まあ、ただどうやって徳川様と絡んでいくっていうのは結構場面少ないと思う。会いたりするときがな、そもそも歴史的にも少ないと。徳川様は行き別れになってすぐに今川家の人質になって、織田家の人質になったりと、もうそもそもこの松平家というところにほとんどおらんから、会う機会かなり少ないで、どうやって我が子を成長に導くのか楽しみでござる。続いてはこちら、酒井忠次殿でござる。かの有名な徳川四天王の一人なんだけども、もう徳川家の家臣の中の王さ、リーダーといったら、この酒井忠次っていう覚えとけばいい。もうここだけ押さえとこう、みんなはな。で、この徳川四天王の筆頭でござって、徳川様が人質になっとったって言うてたろ。人質になっとる間、ずっと岡崎城、もうだからもう地元の会社だな。地元を守り続けてきたのはこの男でござる。だからこの酒井忠次がいなかったら、岡崎なかったわけなんじゃ。非常に重要。だからもう、徳川様からしたらもう恩人なわけじゃな。公式本には、宴会芸が得意って書いてある。エビすくいという。宴会芸で家臣団を盛り上げておると。領民の幸せを一番に考えておって、徳川様を陰にやり、日向になり、支え続けていく頼れる男。四天王の中では、まあ、早死にと申すか、まあ、先んじて亡くなってしまうんじゃけれども、戦場においても長篠の戦いというのは有名な合戦でも活躍するし、知略にも長けておって、頼りがいがあるといったところが、まあ、そういった歴史的な実績から、まあ、導かれたところで、まあ、何かあったら徳川様は、ある意味、酒井忠次を、頼るかもしれんし、逆に言葉かけずに酒井忠次とあうんの呼吸みたいな場面が多いかもしれない。非常に徳川様の人生において頼りがいのある人物の一人だから見逃すことができん。続いてはこちら、本多忠勝ということで、山田裕貴殿が演じるこちら愛知県名古屋市、もうわしが一番応援しておるよ、この男は。愛知県名古屋終わりのもんだでな、名古屋城にも来てもらいたいものじゃ。さあ、本多忠勝と申すと、天下無双の男ということで、現世でも有名でござる。トンボ切り持っとってな、もうバッタバッタ倒してな、無敗でござった、傷がついてないよっていうな、信じられん話だろ。絶対嘘じゃと思うわしはな。まあそんなことは置いといて、徳川四天王の一人でござって、徳川様が合戦実は負けも多かったんじゃな。そういう徳川様が窮地の時にしんがりと呼ばれる、もう徹底する徳川様、殿お逃げください、うわーどうしようどうしようと松本潤が言ってる間に、わしがここを守りまするちゅうて、もう最後尾で戦っとったのはこの山田裕貴本多忠勝ということで、合戦場面で必ず活躍する場面が多いということだな。ちなみに、あの、織田信長様と豊臣秀吉様も、家臣にしたかった男、一番と言っても過言ではないな、この本多忠勝。徳川様にもったいない家臣、一番と、この二人に言わしめたということで、信長様と秀吉様との絡みも、もしかすると期待してもいいかもしれん。後には、桑名城という場所にな、城に入るんだけど、この時も、徳川様領土の中で、最前線で、拙者を守りたいということで、近くじゃなくて、あえて一番遠いところに城に入るという、男気あふれるところだから。ほいで、本多忠勝と申すと、みんなな、この、かぶとかぶって、うーんっていう顔のやつ、よく想像すると思うんだけど、肖像が。実は細身であったって知ってるかな。本多忠勝ともうすごい強そうな男想像するもの多いと思うんだけど、実は細身で、8回も肖像画を書き直しさせとるんじゃん。細い、わしが強そうに見え、もっと大きい影ということで書いたのが現世に伝わったわけじゃから。どんな風に、そういったな、
いかに強さに見せるかっていうところも見応えがあるし、意外と知らん歴史的な話でござった。榊原康政殿ということで、杉野遥亮殿が演じる、これまた男前な役者でござるけれども、この男も徳川四天王の一人であるんだけれども、そもそも出世に値するような家柄ではなかったわけなんじゃな。これ確かな、堺家の家臣なのよ、そもそも榊原家というのは。だって徳川様の陪臣みたいなものなんじゃな。もう下のところがグググッと上がってくるっていうのがまたな、それなぜかと思うと知遇兼備に秀でたるものの筆であったということなんじゃな。だから文武両道優秀であるということだよ。これで合戦なんかでも活躍していくということで、順番にこうぐん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 出世をしていくということじゃな。オール4の武将って具合かな、なんか例えると。この分野ではまだ上のやつが他にもおったりするけども、まあ、とにかく何でも器用にこなすことができるもののくっていったところかな。続いて鳥居元忠じゃな。音尾琢磨殿が演じます。あーチームナックス殿ということでな、蝦夷は北の大地のな、大泉洋殿と同じ劇団のものでござるけども、この鳥居元忠、四天王ではないけども徳川様が相当信頼してる男でござって、徳川様が人質時代から支えておって、もうとにかくそばにおるといったところじゃな。でこの父である鳥居忠義、エリアの徳川様を支える人間でござるで、あとやはりこの鳥居と申すと徳川様との最後の、ここがどう描かれるか、ちかそこまで描くのかどうなんじゃろう、まあ、ある意味ここもどうしようなんじゃな。これちょっとかなりのネタバレになり申すで、まあ、ゆくゆくの解説動画で伝えるけども、お涙頂戴の場面があります。続いて鳥居忠義、こちらが先ほど申した父上の方じゃな、一世尾形殿が演じる。これ最高齢でござらんかね、一世尾形殿。おそらくこの座組の中ではな、家臣団の中でも最長老でござる、まあ、実際に最長老であるというわけじゃな。なんでこれ裏話なんじゃけれども、まあ、最長老ということであえて入れ歯を作って入れとるらしいんじゃけれども、特注の入れ歯らしくて、殿がひょのというふうに台本に書かれとって、実際にそうやって読んどるらしいで、これドラマになったら楽しみじゃな。そしてこの鳥居家も松平家の重臣でござれて、徳川様が人質時代の時に岡崎を守っとって、留守を預かっておって、ほいで徳川様が帰ってきたらばもう打って出ましょうという具合にいろいろ武器とか貯蔵をしっかりしとって、倹約家でもあったみたいじゃから、この倹約家っていうのは徳川様の気質じゃから、もしかするとこういう鳥居忠義から受け継いだものかもしれん。徳川様が質素倹約だったでなあ。名古屋もいろんなことがござるけど、まあその話は置いといて、続いて平岩親吉、これ重要人物よ、名古屋にとっては。名古屋城二の丸御殿っていうものがござるんだけども、ここもともと平岩親吉の御殿跡じゃから、それを使ってできてるから名古屋城二の丸御殿は、こう覚えといてほしいんだけども、徳川様と同い年、つまりわしと同い年なわけじゃな。幼少期に徳川様の故障と愛なり申す、それを演じるのが岡部大殿ということで、お笑い芸人花子殿の一角でござると。わあ、最近大河ドラマお笑い芸人多いからの、まあおそらく陽気者のようなな立ち位置として振る舞っていくのかなと思います。まあ同い年っちゅうところだからな、まあ、いわゆる親友みたいな感覚がちょっと強いかもしれんな、もしかすると描き方としては。うん、だってまあなんか誰にも話せんよう な例えば恋バナ的なやつとかはこう平岩親吉に話すかもしれんし、平岩親吉は思いっきり草働きで活躍したみたいな、ちょっとわしの中記憶にないんじゃけれども、まあただ徳川様のためにかなり尽くしとるこの平岩親吉は、誠に忠義者でござるで、もうべったり逆にしてくるかもしれんな、平岩親吉が松本潤に。その辺が楽しみでござるな。続いて大久保忠世、こちら小手伸也殿が演じ申す。これ真田丸で伴談右衛門で出てきたな、非常に懐かしい御仁でござるけれども、大久保忠世も徳川四天王に入ってもおかしくないぐらい素晴らしいものの筆ござる。徳川様にかなり、忠義を尽くしてきたものでござって、松平家に仕える大久保家の支流である大久保忠勝の嫡男である。だから本流ではないわけじゃな。うん、家臣団の兄貴的存在として描かれるところなんじゃけれども、これちょっと面白いのは公式本では、
色男であるよ、情に熱いよと、みなりに気を配っておるという、ちょっとこんな印象はしなかったんじゃけども、大久保忠世殿には。あ、そういった風に描かれるのかと。まあちょっとな、ドラマをより一層楽しんでもらうための味付けといったところなのかもしれんけれども。ただ、長篠の戦いなんかでも活躍するし、あの有名な小牧長久手の戦いでは前線じゃなく、各地の大名から、徳川領を攻められるかもしれない。背中を預ける。誰に預けるか。この大久保忠世に預けたというわけじゃが、徳川様の信頼は相当厚いわけじゃな。小手伸也殿が演じるわけじゃからな、ちょっと面白い感じになりそうな気はいたす。続いてがこちら、石川数正、松重豊殿が演じる。これな、もう先に言おうか、裏切るからな。石川数正殿は裏切るというか、まあ、出奔してまうんだな。わしと一緒に前田家を飛び出したのと一緒で、徳川家が飛び出してしまうんじゃな。ただそれまではずっと徳川家に忠義あふれる家臣の一人でござったで、まあなぜ、出奔することになったのかといったところがどう描かれるのかっていうのが一つ面白いところと、だからそうなるともう伏線を巻く必要がございで、第1話から動向をしっかり見た方がいい。徳川様にしっかり忠義を尽くしていくんじゃろうけども、どうしようどうしようどうするどうするってなった徳川様に愛想を尽かしてしまうのか、何がきっかけでどういうチリツボで出奔することになるのかっていうのを見てもらいたいな。あの有名な信長様との清須同盟を結ぶきっかけを作れたのはこの石川数正殿のおかげということで、この辺はぜひ皆も注目してみてもらいたいな。続いて夏目広次、河本正弘殿が演じる。これまたもう良き役者でござるな。新選組なんかも出とった大河ドラマだよな。この人間はみんな夏目というとあるよ、夏目漱石、聞いたことあるじゃん。夏目漱石の祖と言われてる御人でござると。で、そういった文豪系なのかというと、まあ我らの時代では文豪系というのは一切ござらんでな、勇猛果敢な物の具の一人でござるけれども、なんと三河一向駅っていうな、地元の争いの時に徳川様ではなく民衆側についてしまうという過去がござる。これに関しては徳川様もな、まあどう思うのかっていうところを見てみたいし、この後の三方ヶ原の戦いという武田様と徳川様の大戦の時に身を挺して徳川様を守るといったところが、おそらく感動的な場面につながるのかもしれんというところで、ぜひとも見てもらいたい。続いてこちら、渡辺守綱、木村昴殿が演じ申す。持ち人王で鎌倉殿13人で出てきたな。非常に有名なヒプノシスマイクというな、歌い手集団声優のな、オサを務めとる男でござって、近年人気の声優の一人でござるけれども、槍の半蔵を演じるわけよ。この渡辺守綱で槍の半蔵と言われとって、尾張名古屋のな、三の丸に上級武家屋敷が並んどんじゃけど、そこの一角を任せられとって、1万石ぐらいあったよな、半蔵は確かな。いや、大したもんね、もう槍の名手じゃからな、もうわしも槍使いの一人としてはこれ見逃すことができん。槍働きの瞬間を見てみたいけれども、またこの木村昴殿がな、演じるということは、どちらかと思うと陽気者のな、印象が多分強く描かれるのかなと思いますけども、こちらも戦場で活躍する気質じゃからな、戦場の場面で注目していきたい。続いて本多正信、松山健一殿が演じる。この男かなり重要人物でござるよ。徳川様の生涯においてもう参謀として活躍する。徳川様は優秀な家臣がいっぱいあるけども、徳川家の頭脳と言っても過言ではないのがこの本多正信殿ということだな。ただ先ほど言った三河一向一揆の時に、なんと三河出奔しております。後に帰参して徳川様の右腕として活躍するんじゃけれども、とにかく徳川様がどうしようどうするって言った時に、知略的なところで多分お答えするのがこの本多正信になってくるのかなと思います。また松山ケンイチ殿が演じるということだからな、ちょっと何考えとるかわからんみたいな風に描いてくるやもしれんな。続いて服部半蔵、山田孝之殿が演じる。これもう好きなもの多いんでにゃの、山田孝之殿な、半蔵で、これ服部半蔵と思うと忍びという印象ついてもけども、服部半蔵この自分はもうな、もののふ武将なわけよ。服部半蔵は要は世襲制みたいなものでござるで、ただ何やらこれ忍者として描くみたいじゃな。これ公式本読んでみると、父上の方から忍びはやるなというふうに遺言があったんじゃけれども、どうしても自分の部下たちを食わしていくために仕事がないから忍びの仕事をすることになるらしい。世知がないじゃろう戦国時代は。
で人をあまり信用しないということで、目線を合わせない芝居をするということで、これ注目して見てみたいな。まあそういった目線を合わせないというのは、いわゆるコミュニケーションを取らないということだからな、警戒しておるよというふうに見れるけども、目は口ほどに物を言うという山田孝之なのかな、インタビューで答えてる。素晴らしい。なるほど。あえて目を外して、まあそれほど情報を与えないようにするという忍びは逆に情報収集が戦でござるな。まあ半蔵と申すと、本能寺の変の時に徳川様が明智勢に襲われるところを救ったということで、もう一度後半戦で活躍するところが見られるやもしれん。続いてこちら、今川義元様、信長萬斎殿が演じる、もうこれも有名な御仁じゃない、信長萬斎殿は。さあこれは街道一の弓取りということで、まあやはりなんか公家っぽく描かれがちなんじゃけども、ようやく最近は今川義元様の武賢者たる、治癒兼備文武両道の物の姿が描かれるようになってまいったと。今川家人質であった徳川様を育てたのはこの今川義元様と大元摂斎様と言われてる。この二人の背中を見て徳川様は何を学ぶのか、ここが一つ見どころなのかなと思います。ただドラマは桶狭間の戦いが描かれるということで、回想場面とかでそういった場面が多く描かれてくるかもしれんなと思います。続いて今川氏真、溝端淳平殿が演じます。今川様のな嫡男である今川氏真様なんじゃけれども、まあ徳川様となんていうのか対比するようにちょっと描く部分があるかもしれないな。徳川様の文武両道な部分とはちょっと違う感じで描くのかなと。もう年もな近いわけだから、実際のところ。うん、でただな、この今川氏真様は武賢者でもなかったということで、どっちかというとこう文化的にな自分の能力を上げていった方だから、だからみんなが思う今川義元様とはどっちかというと今川氏真様の方が近いのかもしれないな。蹴鞠の名人でもあったり、確かのだって、まあただその頃描かれるかなっていうところはござるで、どちらかと申すと人質時代に徳川様の優秀さと今川氏真様のちょっとダメさというか劣等感みたいなところで徳川様がどうまた感じるのかという風に描かれていくのかなと思います。徳川様と敵対することになりますで、その幼少期から培ったもので大人になってからどう感じて、なぜまあ敵対することになったか、まあ、バチバチにやり合うことになったのかっていうのが描かれるかもしれない。そのあたり注目すべきところだな。続いて織田信長様を演じるのは岡田准一殿ということで、もうこれ言わずもがなじゃな。徳川様とはな同盟相手になるんだな。清洲同盟というものを結んで、まあ、切磋琢磨するような仲と思いきや、どちらかというと信長様の方が、おい、イエス、お前あれあれよ、といった風に、ちょっと信長様の方が立場上みたいな、ちょっと同盟内容であったっていうのがまあ有名なんだけれども、ただ、人質時代に信長様がある意味なんか武芸の稽古をつけておったとかいう場面とか描かれる かなと思うと、徳川様からすると信長様はちょっと恐ろしく見えるのかなとか、心強い兄貴的に見えるのか、またこれが岡田准一殿と松本潤殿ということでな、同じジャニーズという軍団の一員じゃから、どんな風に描かれるのか、他とはちょっと違うような見え方をもしかするとしてくるのかなと思います。続いてお市様ということで、これ北川景子殿が演じるということで、綺麗じゃなーこの名護、好きだよわしは。うん、信長様の妹君でござって、みんなも知ってるかな、浅井長政って聞いたことあるかもしれんけど、近江の国滋賀県の大名にな、嫁ぐわけだな。政略結婚ってやつだな。まあ、大体これ出てくるみんな政略結婚だからな、恋愛結婚なんて秀吉様ぐらいかな、この中じゃと。かなり少ない。浅井家に嫁いで、じゃあ徳川様とどう絡んでくるのかって言ったら、直接絡むことほぼない。公式本読んだら面白いこと書いてある。お市の初恋相手は、織田家の人質であった少年竹千代家康である。まさかのお市初恋相手、徳川家康ということになっております。誠に？これはどう描くんじゃろうな。まあ会うとしたらその清洲同盟を結ぶところでござったりとか、まあまあ確かに徳川様が織田家に挨拶に来ることはたびたびかつてござったで、まあそういう場面で絡んでいくのかなと思いますが、どうする家康じゃなくてどうするお市じゃよな、完全に。続いて木下藤吉を橋場秀吉、室津義殿が演じ申すということで、橋場秀吉様、豊臣秀吉様ということで、徳川様とは小牧長久手の戦いというところでな、戦をして徳川様が勝つんじゃけども、政治的なやりとりで徳川様が負けて、
秀吉様の家臣になって天下統一をするということです。秀吉様が認めた4人が徳川四天王だからな。これ覚えておいてほしい。前半戦はあんまり絡みがないと思います。徳川様とは中盤後半戦になってからようやく絡んでくるかなと思います。小牧長久手の戦い。まあ後には秀吉様のために戦いをに興じる徳川様をどう描くのか楽しみでござる。続いて武田信玄様。もうこれも有名じゃな。甲斐の国。みんな知っとるじゃろ。もう武田の騎馬隊とか赤備えな、真っ赤な甲冑、わしも真っ赤な甲冑赤備えでござるけれども、山梨県のお殿様でござって、もうとにかくあらゆるこの時代以降の、武将たちがみんな憧れたのがこの武田信玄様。江戸時代の相撲の番付表みたいなのかな、人気戦国武将でやるんだけども、確か武田信玄様は信長様と同じ大将の立ち位置だからものすごく人気なのよ。それ以降で今もなってもな、経営者たちからも人気でございます。どうやったらうまく部下を育てられるのかとかな、 いろんなあの人の上に立つ視点のな、素晴らしいお考えを持っておられるのはこの武田信玄様でございって、あの徳川家康様も確実に憧れてる、尊敬してる。実際聞き申したし、徳川様から尊敬してる人物は武田信玄様というふうに言うとった。簡単に申すと、三方ヶ原の戦いというところで徳川様は、武田信玄様にボコボコに負けると、勝手に負けてしまうと、もうずーっとやっかみでな、領土ずい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 攻撃されとって、で合戦して負けてしまうわけなんですけども、この武田信玄様がな、亡くなった後に武田家を取り込むわけなんじゃよ、徳川様。そして赤備えというものを使うし、武田家の家臣にほとんど重宝して後の江戸幕府に繋いでいくということで、武田様はどう思ってるのか、攻めてきた時にどうする家康、どう描かれるか楽しみでございます。続いて天山信忠ということで、田辺誠一殿が演じ持つ、あ、これ青天を衝けで兄やっとったものじゃな、田辺誠一殿は。懐かしいな、小高惇忠やっとったものじゃ。母が武田信玄様の姉で、妻が武田信玄様の娘ということで、信玄様は縁戚関係にあるわけなんじゃけれども、実はこの男、織田信長様が甲斐の国、武田家の領土に侵攻すると、徳川様を通じていち早く信長様に降伏した、まあお主らでいうとこう裏切り者みたいなところになるのかなと思いますけども、まさか穴山信忠殿が主要人物の中に描かれておるということは、徳川様とも絡んでくるので、どう絡んでいくのかこれ楽しみでございますな。まあただ裏切るっていうところで通じるってところじゃから、前もってなんかやぶみ相手になっとるとか、そういう風に描かれるかもしれんな。続いて山形正景、橋本聡殿が演じ申す。大河ドラマ平の清盛以来ということで、久方ぶり、やっと神の出演でございます。この山形様こそ、赤備えの元祖でござるで。武田家の勇猛果敢な家臣団の一角、ものすごい戦強いで、この男は。まあ、随分とな、背丈がちっちゃかったんだけども、この赤備えをもってして、もうそれ以降の赤備え、みんなここ真似してるから、赤備えの元祖ぜひとも注目してもらいたい。あとはじゃな、後編で出てくる人間なんじゃけども、井伊直政、板垣李光殿が演じ申す。これはあれだな、徳川四天王の一角でござるで、まああとじゃな、もう生まれるのも遅いからだいぶ後、あとは徳川様の息子松平信康、細田奏太殿が演じ申す。俺もな、いい子いい子して育てられたんじゃけれども、なんと先ほどちょっと漏らしてまったけど、信長様命で、命を果てることになってしまうと、その辺どう描かれるのかなと思います。あと面白いのかな、茶屋四郎次郎、中村勘九郎殿が演じ申す。まさかの豪商、今日の豪商でな、この茶屋四郎次郎と申すと、この尾張名古屋にもな、本町通りの方に屋敷がござったりと、もうとにかく大金持ちのな、徳川様に、おいては呉服屋をな作ったりとか、鉄砲なんかこうな仕入れをしたりとかして、とにかく徳川様を支えるために活躍した豪商として有名でございます。後編になってから出てくるのかなと思います。といったところで、まあ、重要な人物を大きく取り上げてまいったが、みんないかがでございますか。重要な戦い2つ、三河一向一揆、これはもうかなり最初の方に来るはずじゃ。三河一向一揆で自分の家臣が民衆側についてしまってどうしようという場面が絶対あると思います。そして小牧長久手の戦い、これが秀吉様と徳川様一騎打ちで、もう戦乱においても大きな戦でござった、これもどうするという場面たくさん出てくると思います。あとはその次に準じて出てくるのが、おそらく三方ヶ原の戦いというな、武田信玄様が攻めてきた時どうする。あとは長篠の戦い、これも武田家とのな戦いになってくるわけなんじゃけど、信玄様が亡き後ということでな、信長様と同盟を結ぶんじゃけれども、
信長様がむちゃくちゃいいよりでどうするといったところが描かれるのかなと。あとはやはり皆が知る徳川家康様ということで、非常に有名な関ヶ原の戦い、大坂の陣といったな大きな戦もあるし、あとは天下統一をするためにみんなで攻めた小田原北条関東征伐というな戦もござる。主役が徳川家康様ということでな、どうやって描くのか誠に楽しみでござる。少しでもこの動画でな、大河ドラマどうする家康が見たい、そしてこれから見る楽しみが増えたと思ったものはぜひともコメントを残してもらいたい次第じゃ。ではまた会おう。 YouTube おぬしチャンネル登録をいたせ。